祝日の今日、東京都内でさまざまなイベントが行われ、能登半島地震の支援を呼びかけました。大相撲で相撲の力で日本元気にしていきたいなと思っております。東京の両国国技館では、元横綱白鵬の宮城野親方が主催する相撲大会白鵬杯が行われました。日本をはじめモンゴルや韓国など世界10カ国からエントリーした少年力士たちおよそ1100人が集まり、大相撲の聖地で熱戦を繰り広げました。能登半島地震で被災した地域からの参加もありました。会場では被災地支援の募金活動も行われ、宮城の親方たちが募金を呼びかけました。一方、東京杉並区の高円寺では名物の阿波踊りを披露して被災地を支援しました。会場となった JR 高円寺駅の周辺では、集まった人たちに募金への協力を呼びかけていました。能登半島地震の甚大な被害を受け、TXN チャリティー募金では義援金を受け付けています。皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災された方々に届けられます。